ファンデンバーグ選手見ましたけど、やっぱ開幕の時よりかは、その低めの変化球への意識っていうのは、なんか出てきてますよね。はい。なんとか我慢しようとか、対応しようっていうのはありますよね。狙った。さあでこれ森が、うん、うん、ワンアウトを取ってからグローブがということじゃないですかね。うん、あグローブは置いてたのでベンチに。うん、大丈夫です。映像で判定を行います。ただいまリクエストがありましたのでリプレイ検証を行います。しばらくお待ちください。1安打完封勝利、素晴らしいピッチングでした。ノーヒットノーランまではあと2人という内容でしたが、今どんな思いが胸にあるでしょうか。まあ、そんなもんでしょうと思ってます。まあ今まで7回しか投げれてなかったんで、まあ、常にいけますいけますっていけます作業をしてたので、ようやく行かせてもらってことです。何回ぐらいからすみませんノーヒットノーラン意識されましたでしょうか。いや正直本当意識してなくて、ベンチがすごいなんかいつもすごい近寄ってくるんですけど、今日なんか全然誰もいなくて、みんなすごい意識してんだなと思って、7回ですかね、ベンチに戻ってくるときにちょっと直人さんと目が合ってニヤニヤしてんなと思って、こっちもちょっと笑っちゃって、そこでちょっと集中が切れたかなと。それでは勝利の儀式がありますよ、戻ってください、バーンですよ。スタンドのお客様は声を出さずに手を大きく掲げてバーンをお願いします。どうやればいいですか。え、言うんですか。はい、行きます。何でしたっけ。行きます。3、2、1、バーン。